今日もすいません、すっぴんです。今日はですね、明日のイベントのリハをやってきたよ。昼間はね、帰ってきてからは動画編集に追われてます。すっぴんめっちゃ可愛い、ありがとう。しずく公園ね、12月の3日、マジで久しぶりに出ます。楽しみ。最近ね、そう、舞台が落ち着いたのでね、あの劇場公演に非常にたくさん呼んでもらって嬉しいですね。サッカーはどこと戦うんですか？何も知らない、何にも知らないんだからすいません。こんばんは。コスタリカ強いですか？コスタリカはなんか強そうなイメージあるけど、あんまりコスタリカのサッカー事情に詳しくないんだけどさ、強いイメージある。こんばんは。こんばんは。みんなは今日何をして過ごしてましたか？今日日曜日ですよね。今日さ、朝早起きでさ、早い電車に乗んなきゃいけなかったからさ、わ、ワンチャン、朝通勤ラッシュじゃねと思ってちょっとビビってたんですけど、日曜日だから全然空いてた。こんばんは。ミンチェさん、猫ちゃんありがとうございます。こんばんは。鬼好きだったよね。
非常に快適ではありましたけど、あ、そうか、今日は日曜日なのかって思いました。もうね、何日なのか何曜日なのか本当に分かんなくてね。だから明日平日イベントって珍しいですよね。こんばんは。今日何してたか覚えてない。今日はシュークリーム買いに行った。うわー最高やん、いいな。今日お手紙を返した。いいですね、いい休日だね。非常に今すごい黙ってる。こんばんは。焼き芋ともつ鍋を食べて今日が終わる。おお、なかなか何ですか、ヘビーな食事ですな。あ、間違えた。最悪だ。こんばんは。あ、そう、今日すっぴんなんです。最近ね、すっぴんで過ごしてる。なんかさ、自分のすっぴんが全然好きじゃないんだけど、自分のすっぴんを好きになりたくて、最近あえてすっぴんで過ごすことによって、自分の顔を好きに、少しでも好きになろうプロジェクト。今最近してるんだ。こんばんは。でもお肌さ、配信だと分かんないんだけどさ、ちょっとさ、ニキビ跡いるんですよ。全然全然超綺麗じゃないんですよ。鶏胸肉を使ったおすすめの料理、水晶鶏。これ一番うまいんだから。鶏胸肉はさ、それパサパサしてるから好きじゃないんですけど、水晶鶏にしたら食べれるんですよね。なんか片栗粉まぶして茹でるんですけど、トゥルプルトゥルトゥルプルプルお肉になって美味しいです。こんばんは。正直者だということだね。そうさ、隠し事できないタイプなんだよね。なんかさ、ささいのショールームをさ、めっちゃ頻繁に見てくれてる人はわかると思うんだけど、考えてることとか最近したこととか基本全部垂れ流しだからさ、全部言っちゃう。スピン可愛いですよ、ありがとう。編集順調ですか？割と進んでるんですよ。そう、こんばんは。山賊焼きはさ、鶏ももで作った方がうまくない？揚げ物、肉の揚げ物系は鶏ももの方が
パサパサしなくて、さやは好きだけど。こんばんは。よいしょ。こんばんは。なんか今日お腹痛いんだよね。なんでだろう。こんばんは。すっぴんかわいい、ありがとう。ね、マジで自分のすっぴんを好きになる努力を最近してる。こんばんは。でも今日何の話しようかな。今日なんて言ってるんだろう、これ聞き取れない。何言ってるか聞き取れないけど、多分こんなことを言っているんだろう。よいしょ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あと最近髪の毛なんかよくわかんないんだけど、サラサラなんだよね。なんか特に何かケアを変えたとかないんだけどさ、なんか髪の毛サラサラなんだよね最近。なんでかちょっとわかんないんだけど意味なく触っちゃう、自分で触っちゃうくらいにはサラサラなんだよね。こんばんは。そう、あと最近ね、まあ、もう来週になっちゃうんですけど、生誕祭当たったよって報告、嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。うわー、この編集鬼のように大変だよ。こりゃ大変だ。
どうしようかな。こんばんは。こんばんは。あと昨日7号にはねちらりと書いたんですけど、あのこの前配信で AKB48 アワードがね劇場で発表されてたんですけど、まあ残念ながらね何のアワードにもランクインすることができませんでしてですね、皆さんには非常に申し訳ないですね。という気持ち。そうそうそう。もっと頑張んないとですね。さすがに。何なら入れそうなんだろう。何ならああいうランキング入れるんかな自分。でも別にどれもあんま頑張れてないっていう。説全然ある。 YouTube もサボってるし、何かしらやれよっていうね、皆さんの気持ちはねごもっともなんですよ。頑張ります。こんな画面をパソコンの画面見ながら何のあれもないですけど、こんばんは。1068日ということは今年中に配信3周年ですね。3周年、全然覚えてないわ、いつ始めたか。あ、でも12月だよね。そうそう、もうすぐ3周年なんですよ。そう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 、祝わなきゃね。また最近ショールームでお祝い事多すぎじゃない。365×3 は1095、1095-1068 は27。ああもうすぐじゃん、すぐやった。もう27日後、数えてみよう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27。お、イブじゃね、クリスマスイブじゃね。こんばんは。イブじゃね。イブさ、お話し会帰ってきてから祝うか。クリスマスパーティーとともに3周年祝うか。祝いますか。ありですね。てか今月あと3日で終わんの？早くない？
早くない？ビビってる。ガチ？わお、びっくり。これはびっくりだよ。じゃあ来月も楽しんでいきましょう。もう来月の話始めてる。もう来月の話してるけど、早いね。なんかいつも思うけどさ、あっという間だね。うわ、これ今動かしたけど動かさなくてよかったかもしれない。一回やってみるか。何事もチャレンジ。ふふふふふふ。よいしょ。 PC 頑張ってる音してる。いや、もう PC はいつも頑張ってるよ。こんばんは。でも3周年配信別にそんな大したこと多分できないんだけど、許されるかな。大したこと多分で全然できないと思うわ。60じゃちっちゃいか。80ぐらい。クリッピングしなくていいんじゃない？どっちみちケーキ食べる気がする。確かにケーキは買うだろうね。あ、そう、デビュー6周年はでも愛媛にいるから愛媛でお祝いだね。愛媛でお祝いだよ。デビュー6周年はみんな愛媛にいるわ。6周年の日知ってた？愛媛なんだよね。実はそうなんですよ。この自分の喋り方はめっちゃ嫌い。どうしよう。どうもできないけど。これどうやってやったっけ。こんばんは。製鉄は次は12月の9、10、11、12かな。そう、パソコンは富士通です。ライフブック。
ライフブックだよ。こんばんは。だからちょっと待って、今後の予定を一旦確認しよう。まず明日イベントでしょ、スーパーライブがあるでしょ。で30日に生誕祭があるでしょ。30日のさ、生誕祭の後の夜さ、配信夜やるわなんかめでたいから。で12月3日に久しぶりの雫公演でしょ。で8日に AKB の周年でしょ。9日に私の6周年でしょ。でジョンマイラブ12月が始まるでしょ。で9、10、11、12と4日間やって一旦落ち着くんだ。そこまで結構怒涛じゃない？私もしかしてなんか怒涛のスケジュールになりそうだよね。みんなちゃんとカレンダーに入れといてね。分かんなくなっちゃうから、こんなにいろいろあったら絶対に分かんなくなるから、カレンダーに埋めといて。よろしくね。でもなんか楽しくっていいな。めっちゃハッピーじゃない？ずっと。こんばんは。ちょっと雫公園もね、久しぶりなんで、皆さんもしよろしければ来ていただけると非常に嬉しいです。頑張るので私頑張らせていただきますので、よろしければね、ぜひ来ていただけると幸いです。こんばんは。頑張ってくださいね。頑張ります。いや痩せるね、このスケジュールだったら。さえもそう思う。なこれで痩せれなかったらもう食べ過ぎよね、どう考えても。自分の喋り方は嫌すぎるな。絶対カットできないところの私の喋り方が嫌すぎて。どうしよう。
しゅけんさんこんばんは。やちさんギフトありがとう。今日誕生日です。あ、お誕生日おめでとう。ケーキ、何ケーキ食べたの？生誕お仕事のため雫投げました。わあ、雫当たりますように。こんばんは。なんかさ、普段からさ食べ過ぎてないのにさ太るからさ、相当代謝悪いんかなって思ってる。そう、こんばんは。新作 YouTube ね、ちょっと新作頑張って作ってます。まだ進捗全然全然です。全然ヘイシャーこんばんは。ふくらはぎさんめっちゃムキムキだよ。なんかもうボコって超出るぐらいムキムキ、キモい。そこだけ筋肉ついてるさよ。でもふくらはぎってさ第二の心臓って言われてるぐらいさ、その血液をさ運ぶポンプの役割してくれるからめっちゃ大事なんだよね。そうそうそう、もう無駄に知識だけあるんだから。無駄に知識だけモリモリなんだから、本当にね困っちゃうんだから。よし、これをそのまま移動させたい。えい。よし。こんばんは。でもなんかヒールとか履くとマジでふくらはぎめっちゃキモいんだよね。この前撮影の時にさヒール履いてさ、なんかちょっと立ったらさなんかムキってなってて。うわ、めっちゃ足出てるやと思って、ふくらはぎめっちゃムキムキになっとるやと思ってびっくりしました。こんばんは。で今日はマジ脂質めっちゃ減らせた。そうで、スポドリ甘すぎて飲めないんだよね。ポクレンパサランさんギフトありがとうございます。ありがとう。スポーツドリンク砂糖の塊だからあんまいっぱい飲むの体に普通に良くないしね。これなんだ。ああ、これここか。いいんじゃない？こんな感じで。マジでこれあと3倍あんのか。地獄やん。長すぎー。よいしょ。
さてどうしようかな。移動させて。進捗はあまり良くないようですね。進んでいるように見えて実はそんなに進んでないみたいなことが今起きてる。動画の素材が長すぎてめっちゃ進んでるんだけど、全体通してみると別にそんななんですよね。実はこんばんは。スポーツドリンクって太るんか、まずいですよ。その飲みすぎたらね。だからその1日1本飲むぐらいだったら別にそんなじゃない？カロリー知らないけどさ。ポカリスエットは 500ml1 本飲んだら 25×5。 25×5 って何ですか？ 125kcal だ。ちっちゃいおにぎり1個分ぐらいのカロリーはあるから、まあ、飲みすぎたらそら太るね。糖分がねさ、甘いじゃん。スポドリってソフト AVIUTL っていうね、今時の YouTuber 誰も使ってないだろうっていうフリーソフト使ってます。こんばんは。ミスった。あん。いいよ。こんばんは。AVUTL とかさ、マジで古参じゃない？今時使ってる人、まあ見ないよね。まあまあ見ない。ソフトになってまいりましたけれども、そんな感じです。ちょっとこんばんは。スポドリは夏以外欲しいと思う。スポドリ風邪ひいた時以外欲しいと思わないんだよね。やっぱ風邪ひいた時に飲みたいと思いませんか？私だけ？やっぱ水分補給がね必要ですから。こんばんは。
こんばんは。あとあれだね、サウナ入った時だね。ポカリが欲しい、ポカリが欲しいのなんてその時ぐらいですよね。冬だとね、なかなかサウナのオロポを飲む時ぐらいじゃない？めっちゃ今欲しいって思うの。オロポ飲んだことないんだけど、みんな飲んだことある？さえはないよ。こんばんは。ちょっとこれは違うな。こんばんは。オロポって、そうそう、オロナミン C とポカリを、まあ、1対1ぐらいの割合で混ぜると美味しいらしいですよ。なんかサウナ御用達ドリンクみたいな。でもさ、そんなガチ勢じゃないからさ、ちょっとわかんないんだけど。あーどうしよう、ここ悩む。こんばんは。悩む。まだ2分ぐらいしか動画出来上がってない。何これ、こんなに頑張ってるのに絶対にバグだよ、おかしい。おかしいな、動画の素材が長すぎるな。どう考えても長すぎるな。よいしょ。ああ、え、何これ、何が起きた状態。あれ、これ何が起きた状態なんだ。何これ、鬼バグってる。ああ治った、どうなることかと思った。ソフトが今バグってる。あ、よかったよかったよかった、戻った。ちょっと一旦そろそろ上書き保存しとこう。
これってね、消し飛ぶ時ありますから、たまにね。消し飛ぶ時が一番怖いんだからね。こんばんは。この頑張り消し飛んだら泣いちゃうよ多分。じゃあ、こんばんは。あ、メモリー増設とかアドバイス全然いらないんですけど、なんでこんな重いかっていうと、ソフトがもう処理の限界なんですよ。パソコンじゃないんですよこれ。ソフトがなんかあんまり高画質で重い動画に対応してないソフトだから、パソコンのせいじゃないんだよね。てかもうね、全然どうしようもない。よいしょ。何回か消し飛んだことあるけどね。でもなんか復元できんの、一応なんかソフト自体が定期的に自動保存みたいなするように組んであるから。今だからその基本的には大丈夫な、大丈夫っていうか、まあその直前5分前のデータだけ消えるとかだから、まあ、そんな大きな大ダメージじゃないんだけどね。まあ、でも消し飛ばないに越したことはないですけど、消し飛ばないに越したことはないんでね、できれば消し飛ばないでほしい、そういうことですよね。飛ばないに越したことないんだから。復元もちょっとめんどくさいしね、するのに。え、あー違う、びっくりした。こんばんは。お父さんと応援してるよ。え、お父様と一緒に見てくれてるんですか。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。すごい重いじゃん。こんばんは。あ、これ移動できないのか。はは、なるほどね。この辺で一回。こんばんは。マジで編集してるとさ、1時間ぐらい平気で消し飛ぶんだよな。びっくりする。こんばんは。あ、完璧じゃんこれ。いいぞ。こんばんは。
そろそろ編集ソフトを変えろというお告げな気がする。でもやだ、絶対に変えたくないんだ。こんだけ重さと戦うことになっても。30日は待望の生誕祭。そこまで待望ではないんですよ。なぜならいつもより相当早いから。そう、いつもより相当早いから、なんかもっと遅いと思ってたからさ。よいしょ、こんばんは。誕生日の1ヶ月後は、違う、1週間後は超早いよね。じゃあこと、何その今年度中にできたらいいなぐらいに考えてたもん。めっちゃ悠長に。そしたらまさかこんな早いとは。でもありがたい、本当に助かる。サイズ150じゃでかすぎる。100だ。よいしょ、こんばんは。しげさんこんばんは、ありがとうございます。DMM で1000円飛ばしますね。お願いします。非常にそれは嬉しい。よいしょ。そう、オンデマンドでもたくさん見てくださいね。あの生誕祭、気持ち上に上げたい。 X、 どっち座標、Y 座標が縦か。マイナス10。
マイナス10やりすぎ、マイナス5で、はあ、なるほどね。でも文字サイズをちっちゃくしたいんだ。あった。これだ。違うな。これぐらいかな。試行錯誤系 YouTuber してるわ今。ああ。いいんじゃないか。こんばんは。作業さやりにもお届けしてるんですよ。これでいいんじゃないか。こんばんは、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。なんかこの前さ、前髪長いの嫌になっちゃったなと思って、自分で切ったらガタガタだからさ、早く美容院行かなきゃ。ってずっと思ってる。このそうサイリンの台所の編集やで。こんばんは、せやでー。明日上手と下手どっちが多いとかある？わかんない。重力シンパシー公演どうですか皆さん。別にいつもとポジション一緒だよ。そう。あ、豊洲か、明日。めっちゃ生誕祭の気持ちでいた。明日のイベントね、上島どっちかな。ちょっと今今日のリハを思い出すからちょっと待ってね。まず1曲目が、1曲目は上島どっちでもいいな。2曲目が、あ違う、1曲目はあわかんない、ちょっと待って。見て、3曲目なんだっけ。ああ、4曲目なんだっけ。ああ、上手かな。上手かな、明日。明日上手の方が多いかも。上手が多いかな明日はね。画面越しだと前髪めっちゃ揃って見える。ああのね、ヘアアイロンでさ、長いやつは多めに巻いて短いやつはまっすぐにしてるからさ、こうパッと見はちゃんと綺麗に見えるんだけど、
全然あのガタガタですよ。こんばんは。豊洲ピット久しぶりじゃない？豊洲ピットねえ、なんかさ会いたいさ他のアイドルさんいるけど全然時間違うから絶対会えないんだよね絶対さやたちの出番の時帰っちゃってんだよな、悲しい。悲しみ、全然時間違った。重すぎて動いてないんですけど僕のパソコンすすすす。へい、コピー、あー違う。まさとさんありがとう、ギフトで教えてくれてるのありがとうございます。すいません、めっちゃ重力シンパシーの話しちゃった。もう生誕祭やる気満々やん。まだもうちょっと先ですね。朝の天気どうなんだろうね、全然まだ見てないや。ダメだ、何回言ってもみんなには全員には届かないからあれですけど、これパソコンが重いんじゃなくてソフトが重いから、あのパソコンをどうにかしたところでどうにかなる問題ではないよっていうことを再三伝えとくね。これ何持ってんのこれ、わかんねえや画面に苦しめられて。分かった、でっかく表示すればいいんだ、簡単だった。パソコン内の表示を大きくすればいいだけだった。めちゃくちゃバカじゃんはあ、拡大したらすぐ見えた。拡大すればよかったんだ、おバカすぎるな。よいしょ、こんばんは。全然見えないんだけどって画面に近づいてたけどさ画面に近づくんじゃなくて画面に表示されてる画面ごと大きくすればよかった。もう編集煮詰まりすぎて頭動いてないわ多分、もう脳みそが元気じゃない。え、でもマジでちょっと早めに、本当は今日中に終わらせたかったんだけど絶対今日終わんないから、ちょっとそこは一旦諦めた、無理すぎるわ、絶対に無理、無理であることが確定してる。これを移動させたい、ちょっと待って、250と550の間は300差だから150足せばいいから400。あれ400、あ違う、間違えちゃった。こんばんは。
よし、オッケー。さあ、こっからどうやって編集しようかな。はじめまして、はじめまして、こんばんは。もう嫌になってきた。もうトランプ、はい、YouTube でトランプするのやめようぜ。トランプ大変、編集が。主権です、主権さん、こんばんは。こんばんは。主権です、主権さん、こんばんは。いや、なんか別に編集に疑問点とかないから全然大丈夫なんだけど、ただすげえなんか大変なことしてる自ら大変な道を選んでる。もっと適当に編集すればいいのに。かわいい、これここ絶対使おう。こんばんは。これ後で音声大変そうだな。みんなには何にもね、みんなに何の画面も見せてないから、さやが今何をしてるか何にも伝わらないと思うんですけど、自らなんか茨の道進んでるって感じです、端的に言うと。そういう感じ。あーん、このフォント、あー、こっちの方が好み。これだ。よいしょ。こんばんは。もう修行してるかもしれん、確かに。早起きだったのに夜も頑張れてんの偉いね。あ、でもね、お昼ご飯食べた後ね、多分30分ぐらいで、ね、寝た。なんか眠すぎて寝た。さすがに寝たよね。でも朝ね、全然普通に起きれたよ。こんばんは、スピンの方ありがとうございます。ニビアがちらり、あ、本当だ、ニビアが映り込んどる。最近冬の必需品やから。
よいしょ。今朝なぜか5時に目が覚めた。早っ。今日はね、何時に起きたっけな、6時半とかに起きました。私やっぱ6時台は早起きだなって思う。こんばんは。みんなは何時からが、うわ今日早起きしたなと思いますか。それは7時前だね。6時台に起きた時は今日は早起きしたなと思う。皆さんどうですか。よいしょ。お質問するとみんないっぱいコメントしてくれる。最後集中できるようにみんなコメント控えてくれてる。もしかして4時5時台4時5時台5時台6時4時起き当たり前5時くらい朝5時かな3時かな。いやそれは持ってるでしょ4時も早起きでしょ。4時は別に今日遅く起きたなって思うの。それは嘘じゃない。それは嘘じゃない。さすがにマジで言ってる。それはすごいわ。みんな早起きの基準が早いね。あれかやっぱ仕事してる人だと普通に6時とか起きるの当たり前なのかな。日の出が見られるととてもいい気分になる。確かに確かに。うわー全然私が何言ってるか聞き取れん。これなんて言ってんだろう。口見ればわかるかな。なんて言ってんだろうこれ。あー聞き取れた。いや口見ると人間結構何言ってるか分かるもんだな。ちょっと昼ご飯食べた後いつも10分昼寝する。なんかご飯後のさ 10分昼寝ぐらいめっちゃいいらしいよね。みんな早起きだね。何時に寝るの？その4時起きとか5時起きの人たちは絶対睡眠時間足りてなくない？人間って大体7時間寝ると一番パフォーマンスいいんですよ。うわーこれなんで手が聞き取れないよー。ああなんて言ってるんだろう。雰囲気で書くね。テロップ雰囲気で入れるわ。全然違うこと言ってる可能性あるけど。どの辺から喋り始めてるかもわからん。こんばんは。
まあ、やばい、みんなサッカー見ながら配信してんの？やばい、邪道じゃん私。めちゃくちゃ邪道なことしてんじゃん。10人過ぎ寝て4時に起きる。ショートスリーパーなの？これいつこれ話進む？あ、まだ話進んでないか。画面近すぎるな顔。イヤホンしてるから近づいても音大きくなるわけじゃないのに。こんばんは。いや、サッカー見てないけど応援はしてるんだよ。後でニュースで勝ったっていうニュースが出るといいなって思ってるんだけど、そのスポーツ観戦をするっていうその習慣がなさすぎて見ないんだよな。怒られるかな国民に。見ないなんて、すいません。結果は楽しみにしてるんですけど、すいません。こんばんは。この前のドイツとの戦いの時はもうなんか眠くて早く寝なきゃいけない日だったから、勝ってるっていうニュース、勝ったってニュースが明日見れるといいなってことで寝た。そしたら勝ってた。朝起きて一旦ツイッターで検索したもんね、サッカーって。そしたら勝ったって出てて、ちょっとテンション上がった。1ミリもテレビ見てないんだけどちょっとテンション上がった。そういう感じで、あのひっそり応援型でお送りしています。そんなの熱心にはあれですけど、動いてパソコン。動いてほしいな私のパソコン。なんだかんだで4000人が監視してる。でもこれ累計だから多分実際今同時視聴多分ね100人いないと思う。もうみんな、あ、今日はなんかあんま喋んないから見んくてええやって絶対に思ってる。はじめまして、こんばんは。
100人、え、結構毎日ショールームさ、その累計ではさ何千人で出るけど、同時視聴多分終わる頃とか多分100人もいないと思うんだよね。そう、お腹空いてないですか？さっき夜ご飯食べたんで空いてないです。今788。え、何そのリアルタイムわかんの？え、やだ傷つくから。でもさ、インスタライブするとさ、いつも100人行くか行かないかぐらいだからさ、実際100人ぐらいだと思うんだよな。そう、インスタライブ、まあもうあの何年もしてないですけど、インスタライブはリアルタイム人数がわかるから、心が崩れる音がするからしないって決めたんだ。ある時心が負ける、あれは。はあ、人がいないってなるから。よいしょ、いいんだ、そういえばショールームで。ショールームが楽、結局ショールームが楽しいんだから。ホームはやはりショールームですよ、私。ドドンって音欲しい。久しぶりにあの SE つけるわ今。ドドンドドンが欲しい。ドドンが、こんばんは。重すぎて全然動かないよ。間違えた、やばいやばいやばい、はあ、よかった処理に勝った。今危ねえ。よいしょ、こんばんは。そのこの PC ね、高校入学と同時に買ったから多分ね5年目とかだよ今これ。ずいぶん長いお付き合いなんです、このパソコンとは。高校の授業で使ってたから、一番授業っていうか授業の課題をやるために家で使うパソコン。こんばんはって感じっすかね。学校のパソコン、学校のパソコン室に行くのがめんどくさいから、家でやるために。やっぱ5年も使うとね。でもこうパソコンが重いわけじゃないんだよな、何度も言うんだけど。パソコンじゃないんですよ、もう編集ソフトなんですよ絶対に。あー今左目ピクピクしてる。あー間違えた、眼精疲労が溜まってきている気がする。
ばんは。あの何度も言ってるんですけど、パソコンが重いわけじゃなくて、編集ソフトが画質が良くて容量の大きい動画の編集にあんまり向いてないソフトなので、パソコンを変えようが編集ソフトを変えない限りはどうにもなりません。皆さんのねご心配が届いてますけど、編集ソフトを新たに私が覚えない限りパソコンをいくら変えたところで改善しない。でもさえは編集ソフトも覚える元気がない。でも1時間半経つのか、ね、ダメだ、今伝わらない人にはいいです。どうやって言ったらこれを伝わるんだろう。もっと分かりやすい言い方をしたらいいのか。え、これ以上に分かりやすい言い方あるか。編集ソフトが重いからパソコンのメインメモリーを増やしたところで意味がないというのを言ってるんだけど伝わらないんだが、私の伝え方が多分悪いんだろうな。でも馬鹿にしたいだけかどっちかだ。よいしょっと。ソフト変えてサクサクできれば編集もかなり楽になるんじゃない。いや、それな、え、絶対にそうなんだよ。それはね正解なの。それはねどう考えても正解なんだけど、私がもう新しいソフト覚えられないんですよ。マジ何回かチャレンジしたの、編集ソフト変えようと思って。そろそろもう3回ぐらい始めてみたんだけど、もう覚えられなすぎて、まあ3回も戻ってきてる。しけんさんこんばんは。3回とも戻ってきた。いやそろそろって思って旅立とうとするんですけど引き戻ってる。ねえ、ほんとダメなんですよ、私無理すぎて。若いから諦めるな。あのねめっちゃ一理ある、それそれね正しいですよ。それは正論なんです。こんばんは。こんばんは。
いしょ、こんばんは。先日長野から持ち帰ったものあるの？いやー特にありません。何も持って帰ってきてない。生誕 T シャツのプリント、歌ってる曲名は何？あの衣装からわかると思うんですけど、思い出すたびに辛くなるです。え、みんなわかると思った。衣装がだって思い出すたびの衣装じゃないですか。みんなさやの公演の衣装いっぱい見てくれよ、覚えてくれよ。デザイン可愛すぎ、ありがとう。今回白黒にしてみたんだ。よいしょ。さて、ちょっとあとちょっと頑張ったら今日の配信が終わるぜ。霧のいいところまで行ったらね。こんばんは。生誕グッズさ今ちょうどあるわ。ちょっと待って、今編集中だけどちょっと待って、よいしょ。ここに全部セットがあるよ。あっまだ開けてないから開けてみよっかな。どっから開けるのこれ。Tシャツ、なんかめっちゃデザイン迷って、ね、カメラマンさんがさ劇場公演入ってくれた時にさこう写真撮ってくれたので、これぐらいちょうど1を出してるんで2って足しときました。でもさ、こう T シャツの写真はさロングなのにさ缶バッジはめっちゃショートなんだよね。同一人物か本当に。で初見だと思うくらいの感じになってます。ゲットしてくださった方はね、ぜひ大事にしていただけると、ちょっと入んなくなっちゃった。大事にしていただけると嬉しいです。ヤドタノです。どう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 、大量に蜂を打ち続ける人になっちゃった今。はい、確かにこういろいろなサリンが見られてお得っていう鬼のようなポジティブな考え方すごい最高です。さすが私のファンの方といった感じですね。ニベアスキンミルク持ってる。あ、本当？使ってる？これいいですよね。いや冬は乾燥してさ、それさめっちゃさ足かさぶただらけになったんですよこの前。乾燥しすぎて。そう。だからね塗ってる最近。やばくない？乾燥でかさぶただらけなのやばいよね。
なんかずれてる。よいしょ。年中お風呂上がりにボディクリーム塗ってる。えらい、えらい。冬はニベア愛用し、ニベアの保湿力はやっぱなめてはいかん。めっちゃ保湿される。よいしょ。普通に青缶もあるんですけど、あれ伸びが悪いから、なんか全身塗るのはこっちの方が楽ちんだよね。伸びるから。こんばんは。青缶買ったけど全然使ってない。マジ？あと最近さ、寝る前に布団入ってから手にユースキンっていうちょっと強い保湿のクリームがあるんですけど、それ塗って寝るようになったね。手のカサカサはだいぶ軽減された。なんかもう手パキパキだったんだよねこの前。何持ってんの？違うのか。ちょっとここまで来たら一旦終わりにしようかな。これどこまでも終わらないから。今日はどっかで切らないとさあ寝れない。でもだいぶ進んだぞ。上書きいいんじゃないか。切りのいいところまで行ったんで終わりにします。今日は編集は、あ、ちょっと待って、今間違えたんじゃないか。あ、大丈夫か。おお、3分くらいにはなったな動画時間。マジかよ、まだ3分なのかよ、信じられない信じられない。えーって言われちゃってる。え、もっと動画編集やった方がいいですか。もうさやは目が完全にパキパキなんですけど、眼精疲労のたまり方が半端じゃない。やめさせてくださいよ。さすがにみんなそんな意地悪だと思わなかった。まあ半年ぐらい YouTube 動かしてないのが悪いんですけど。これね、間違いないですよ、間違いないです。よいしょ。あと今日無駄にタイピングの練習めっちゃ頑張っちゃった。なんかさ、もっとさあれしたいんだよね。タッチタイピングの精度を上げたいんですよ。
が悪いんですよ私、まだまだどうにか上手くならないかな。しげんさんこんばんは。精度を上げるには何したらいいんですか。だいたいいいスピードで結構書けるようになってますけど、精度がまだ悪くて、なんだろう、久しぶり久しぶりの、あ、ダメだ、リップグロス、幸せってことだろう、君は今より輝いているよ、君は今きっと幸せってことだろう、ちゃ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 、あんなにも好きだった僕たちは見つめ合う、全然歌詞違うわ合ってるか、あれ分かんなくなっちゃった、歌詞が分かんなくなっちゃった、唇はこんなにも近づいてるのに、歌詞を打ってた。桃栗3年かけ8年タッチタイピング20年と言われてる。マジ？そしたらさ、超頑張って覚えたってことじゃない？半年ぐらいで割とできるようになったよ。でもあれ、これってさ、もうマジ練習量だよね、どう考えても。何なんかでも好きな歌詞をこうやってなんかパソコンのメモ帳に打ち込むのがすごい練習になるよって高校の時教えられて、 ある程度タッチタイピングを覚えてからね、ある程度見ずに打てるようになって、その精度を上げたりするならもう好きな歌詞とかだったら書いててもさ苦にならないから、そう練習になるよって言われてやってんだけど、まあ、徐々に上がってはいるけど精度がまだまだ低いですね。なかなか難しいです。高さだな玉やらは生き死地に秘密入り複数つぬふむふるふむゆるか、ゆうかここよいしょ。そんな感じでタッチタイピングの練習も頑張ります。なんかもっとかっこよくできるようになりたい。もっとなんか精度が上がったらタッチタイピングする動画とか上げたいんだけど、ちょっとまだミスタイプが多すぎてそんなことはできない。大好きだ君が大好きだ、ぼぼあーダメだ、僕は全力で走る、大好きだずっと大好き、こんばんは。でもあれなんですよね、ノートパソコンだと精度下がる、あのキーボードあるじゃないですか、デスクトップのあのもっとしっかり押せるタイプ、なんていうの、このぐらいの厚さのさボタンでしっかり押せるタイプ、あれの方がねまだ精度上がる。やっぱ薄いキーボードが薄いからその指がね認識できないんだよね。そうそう、寿司ださ、さあれなんですよ、一番むずいモードでプラスにはなるんですけど、ミスタイプが29ぐらいあるんですよねミスタイプしすぎなんですよ
こんばんは。またいつかもうちょっとできるのってやりたいですね。まあ、そんな感じで今日は配信終わりますか。なんか2日連続で編集配信であんま喋ってなくてすいません。明日は普通の配信になるかな。編集しないから明日。明日は普通の配信します。よろしくお願いします。じゃあランキング読みます。13位ピアノマンさんありがとうございます。12位ヤスさんありがとうございます。11位マダリンさんありがとうございます。10位ヒラリンさんありがとうございます。9位ツナちゃんありがとうございます。8位はサッピさんありがとうございます。7位マサト君ありがとうございます。6位ポックレンパサランさんありがとうございます。すごいミンチアさんありがとうございます。4位ケンケンさんありがとうございます。3位ヤッチさんありがとうございます。2位オカズさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。みんな付き合ってくれてありがとう。明日は豊洲ピットでお会いしましょう。バイバーイ。